おはようございます。田宮さん、最近盛んに DX が叫ばれている中で、デジタル人材の枯渇という問題があるようですね。そうですね。経産省のですね、調査によりますと、2030年にDX 人材が79万人不足すると、こんなデータあるんです。だから DX の業務ですね、効率化していく必要があると思いますね。はい、今回は DX 推進をサポートするコンサルティング企業にお越しいただいています。株式会社ストラテジーテックコンサルティング、 DX コンサルティング、 SaaS プロダクト、デジタルメディア、地方創生、4つの事業を展開している会社だ。外資系大手コンサルティング会社出身者が多く在籍し、コストパフォーマンスに優れ、スペシャリスト集団によるコンサルティングを提供。また DX プラットフォームの総合サービスコンタクトアースでは、コンサルティングの新たなビジネスモデルを提案。デジタルと世界中の英知による力で未来を支えるイノベーション創出をサポートしている。では早速ご紹介いたします。株式会社ストラテジーテックコンサルティング執行役員、前田渉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今求められる DX コンサルティング、 DX プラットフォームの総合サービスコンタクトアース、地方創生事業に取り組む理由、3つのトピックから事業の実態に迫る。まず最初のトピック、今求められる DX コンサルティング、これはどういったことでしょうか。 DX とはデジタルトランスフォーメーションの略称でして、事業に対して最先端のテクノロジーを用いて変革をしていくことを指します。自社でリソースが足りないですとか、そもそもどうやっていいかわからないといったお客様もいらっしゃいますので、そういったところに我々ご支援をさせていただいております。 DX コンサルティングとは具体的にどのようなことを行うんでしょうか。例えばですけれども、その DX を始める際には、まず最初に DX の企画の段階のご支援をさせていただきます。はい、まず最初にお客様の課題であったりですとか、あとはお客様がどういったことをやりたいかといったご要望ですね、お伺いさせていただきまして、競合他社の状況であったり、海外の最先端の事例なんかを地道にですね、お調べさせていただいて、そこに我々の専門的な知見であったりですとか、お客様と時にはこう膝詰めてですね、地道にこうディスカッションさせていただきながら具体化させていただくといったようなご支援をさせていただいております。なんかコンサルティングっていうとね、上からバシバシこう言ってくるようなイメージがあるんですけども、ここの会社さんは非常にディスカッションしながら、本当にクライアントの立場に立ってビジネスを進めてくれるような、そんな感じがしました。機動性であったり柔軟性といった大手企業にはない特徴であったりですとか、あとはその少額予算であってもですね、こうハイクオリティなご支援をさせていただくというところもお客様から喜ばれているポイントです。言葉が正確わかんないけど、コスパがいいみたいな。そうですね、お客様からはコスパが今リーズナブルだというお言葉をいただいたりしておりますので、本当にありがたい存在ですね。では次のトピック、DX プラットフォームの総合サービスコンタクトアースということなんですが、これはどういうものなんでしょうか。弊社コンサルタント事業の次の第二の柱として、 SaaS 事業にも取り組んでおります。でコンタクトアースとは、その総合プラットフォームのブランドになります。具体的にはどんなサービスですとかプロダクトを提供されていらっしゃるんですか。まず昨年の4月にコンタクトアースマッチングというサービスをリリースさせていただいております。はい、具体的にはその対社内と対社外の活用の方法がございまして、例えば対社内でいうと、その社員の方々の DX のこうスキルのデータベース化、対社外でいうとさまざまなこう DX エキスパートの方を登録しておりますので、そういったものと企業のまたはプロジェクトをこうつないでいくといったようなサービスになっております。また今月リリース予定となっておりますコンタクトアースクイックに関しましては、こちらはデジタルに関する質問をですね、その専門的な知見を持っている方が登録しておりますので、まさにクイックにですね、かつ専門的な意見を必要な時にですね、提供させていただくといったようなサービスになっております。挙げると他にもサービスあるんですけれども、順次今後リリース予定となっております。非常に簡単に質問に答えてくれるサービスがあるというのは、クイック、これは非常に心強いですね。そうですね、まずはそこを利用するっていうのも手かもしれないですよね。はいはい、コンサルティング会社がですね、 SaaS プロダクト事業を始めたというのは、これはどういったことなんでしょうか。
まず我々の課題意識として、先ほど申し上げたような DX コンサルを推進している企業が、やはり自分たちが所属しているコンサルティング業界、ここのビジネスにやはりこう DX ができないというところにやはり問題意識を抱えていたというのが起点になっております。自分たちの業界で DX ができる、それによって DX コンサルタントとしてもより説得力が増すのではないかというところがこの事業の起点となっております。確かに DX を進めているコンサルティングの方が自分の会社がそうなってなかったら説得力がないかもしれないですね。そうですね、はい。会社としての著書があるということを伺ってますが、どんな本があるのか紹介してください。こちらにですね、向かって左側からですけれども、こちらはコンサル業界未経験の方、これから目指したい方向け の書籍となっておりまして、そもそもコンサルタントってどういう仕事をしているのか、コンサルタントの報酬ってどうなっているのとか、必要なスキル、そういったものをですね、こう分かりやすくですね、書かせていただいたものになります。もう一つ向かって右側になりますけれども、コンサルタントの場合守秘義務がありますので、なかなかこう世の中に発信している情報ですと、どういったプロジェクトをやっているかというものが、なかなか情報が得づらいと、そこをですね、我々もこうなるべくギリギリの線でこう具体的にですね、書ける範囲で具体的にですね、伝わるように、臨場感伝わるように書かせていただいた書籍になります。最近学生がコンサルタントになりたい人って多いので、学生向けなんかにもいいんじゃないかなと思いました。書籍以外でも DX に関する情報発信をされているということですね。3つ目の事業として、我々自社でですね、メディアも運営しております。はい、特にそのデジタルに関する情報をですね、やっぱり必要な方に必要な情報を、スピーディーにこうお届けしたいというところでメディアを運営しております。最終的にはですね、100万 PV を目指して、メディア事業として、大きな事業にしていきたいなというふうに考えております。次のトピック、地方創生事業に取り組む理由ということなんですが、どのようなことに取り組まれているんでしょうか。第4の事業として、青森県の地方創生事業に取り組んでおります。具体的にはどんなことされているんですか。IT スクール、IT コンサルタント事業であったり、あとはそういったデジタル人材が集まるワーキングスペースを設けさせていただいて、実際に事業所としてですね、カダルアットカフェ弘前というところを設立しております。なぜ青森でこのような事業をやられているんですか。弊社の代表が青森出身だったということもありますが、人口減少率が全国でワースト2位であったり、平均所得に関しても年収で371万円と全国でワースト1位といった状況だったというところが理由として挙げられます。それはですね、雇用を生み出すベースになりそうじゃないですか。まさにそうですね。そういった形で雇用も創出して、弘前にいらっしゃる方でも東京と変わらない、そういった IT DX の仕事ができたりとか、やりがいを感じていただくために設立したという目的もあります。SDGs の、キーメッセージみたいなのが誰一人取り残さないじゃないですか。はいはい、そういった意味でね、青森の人や青森の県自体を取り残さないようにやられている取り組み、本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。さて、ここまでお話を伺ってまいりましたが、深掘りしたいキーワードはございますか。深掘りしたいキーワードは SaaS の将来性です。 SaaS の将来性、このキーワードについて谷本さんによる考察を聞いてみましょう。フォーブスジャパンウェブ編集長谷本優香が深掘りキーワードをもとに会社とその業界を解説する。こんにちは、フォーブスジャパンの谷本優香です。本日の深掘りキーワードは SaaS の将来性です。 SaaS という言葉が使われるようになって久しいですが、改めて SaaS とはソフトウェアアザーサービスの略で、サービスとしてのソフトウェアを意味しています。必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウェア、主にアプリケーションソフトウェアのことで、一般的にはインターネット経由で利用することができます。例えばコロナ禍になって皆さんがよく使われるようになったウェブ会議システムも SaaS です。 Zoom や Microsoft Teams、Google Meet などがそれにあたります。その他、 Slack や Chatwork などのビジネスチャットもそうです。
また、スケジュール管理をする Google カレンダーや、顧客との関係を整理する CRM と呼ばれる Salesforce Sales Cloud なども SaaS のサービスとなっています。特徴は何かと申しますと、いつでもどこでも利用することができ、管理コストを減らせ、情報共有や共同作業がしやすいところにあります。この流れはこれからも加速していくでしょう。大企業のみならず、中小企業にとってもこの SaaS の力を使えば、テコの原理のように大きくなることができます。小さく始めて大きく育てることが得意な SaaS のツールを使っていくというのは、今の社会において非常に理にかなったビジネスツール、ビジネスモデルであると言えるのです。今後ますます SaaS を使ってのビジネスは注目されていきそうです。谷本さん、ありがとうございました。では最後に、会社を伝えるキーワードを教えてください。世界中の H をあなたの手にです。まず、コンサルタント DX コンサルタント事業自体を DX していくというところから始まっております。日本のデジタルというところを見ていくと、やはりよく言われることではあるんですが、海外、特にアメリカであったり中国、ここから5から10年ほど遅れていると言われております。でその中で我々としてもですね、グローバル化、ここを実現するために、そもそも拠点自体もですね、2025年にこうアメリカに移すなんていうお話も社内では出てるんですけれども、はい、やはり我々もこうグローバルのコンサルタントとして、そういった事業に乗っていかなければいけないのではないかというふうに思っております。その上で国内のグローバル化をさらにコンサルタントとして支援していくといったところを目指していきたいというふうに考えております。今日もいろいろとお話を伺いましたが、はい、田宮さん、いかがでしたでしょうか。クライアントに寄り添ってくれてるなという感じがしまして、はい、こういったコンサルタント、これからね、ますます重要性増してくるというふうに思いました。ますます期待したいと思います。前田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。新メンバーを加え、愉快な仲間たちと千葉を盛り上げていく地域情報バラエティー、原田勝の千葉テレヤグラ。皆さんの知らない千葉の魅力をお届けします。千葉テレヤグラは土曜夜9時30分放送中。皆さん、見てください。舞浜に位置するリゾート、男女それぞれ10種類のお風呂とサウナ、レストラン、リラクゼーション、岩盤浴も完備。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、皆様のお越しをお待ちしております。田宮さん、はい、何があっても潰れない会社というタイトルの方も出されたそうですね。そうですね。一番古い会社が大阪にあります金剛組という会社で、はい、できてから1400年以上経ってるんですよ。1400年も経ってるんですか。はい、で先祖がですね、創始者が百済から聖徳太子に招かれて大阪の四天王寺を建てたんです。その子孫の方が今当主として残ってるというですね。その経営モデルっていうのは今の経営者にも非常に役立つと思います。ここで番組より書籍のご案内です。万徳経営のすすめ、100年続く一流企業はなぜ絆と徳を大切にするのか。日本人が大事にしてきた和の精神で絆を結び、理念と経済合理性を両立していく万徳経営、まさに令和の論語とそろばんともいえる一冊です。また次回。